こんにちは、H&K チャンネル K です。今回はこちらのお店、以前視聴者の方から教えていただいた4号線沿いに昔からあるお店のようです。どれも美味しいよということで聞いていました。ようやく食うことができたので早速行ってみましょう。今回は宮城県栗原市にある本のドライブインさんを紹介していきたいと思います。店内はどこか懐かしい雰囲気を感じさせるお店でした。昔から地元の人や4号線を通る長距離運転手の方々に親しまれてる、そういった雰囲気が伝わってきます。こちらのお店のメニュー表をご覧ください。シンプルでとてもわかりやすいですよね。どれにしようか迷います。こちらに来る方は皆さんどれを食べているんでしょうか。わかりませんね。メニュー表を眺めながらと周りを見るとどこか気持ちが落ち着く、そういった空間です。ご覧ください。こういった場所なくしたくないですよね。心が安らぐ、そういった店内になります。今回は私も相方もそれぞれ食べたいものを頼んでみることにしました。相方が頼んだのはこちら、生姜焼き定食になります。私はこちらのアジフライが食べたくて頼みました。それとは別にカツカレー食べてみたくなったんです。美味しそう。アジフライは切ってあったので相方でも食べやすくてとても助かります。それでは最初に相方の生姜焼き定食のお肉の方からご覧ください。このお肉そのまま食べるのではなく、ご飯を巻いて肉巻きにしていただく、これが相方スタイルです。アジフライが切ってあるので一つ一つ食べやすかったです。美味しいです。カツカレーはご覧ください。このボリューム、カツも食べ応え抜群です。ごちそうさまでした。美味しかったです。2人合わせてこの量で2430円、安い。H&K チャンネル。次回の投稿は山形県で見つけたとんでもないボリュームのハンバーガーの投稿です。お楽しみに。